子宮卵管増影検査は、不妊治療において、必須検査項目として挙げられるレントゲンを使った、子宮と卵管の検査である。これは、子宮と卵管の通り具合を検査するための、増影剤を使った特別なレントゲン撮影である。子宮口からカテーテルを入れ、子宮頸管を通って子宮まで差し込み、バルーンを膨らませて固定する。その後、増影剤を流し込み、レントゲンを撮影する。 正常な場合は、子宮内が造影剤で満たされ、卵管から造影剤が抜け出されることが確認できる。卵管が正常であることを確認するには、復腔内へ造影剤が流れ込んでいる様子を見る必要がある。卵管が閉塞している場合は、不妊症の治療に重要な役割を果たす。検査には、レントゲン撮影が必須となる。そのため、生理周期の卵胞期に行う。 妊娠中は近畿である。子宮期系アッシャーマン症候群、卵管閉塞症、骨盤内炎症性の診断に役立ち、不妊症の女性の検査で広く使用されている。この検査を実施すると、妊娠する可能性が増加すると言われている。その理由は、流し込まれた造影剤の圧力によって、閉塞されていた卵管が広がるからとされている。検査するには、 カテーテルを子宮まで差し込み、造影剤を子宮内に注入して行う。卵管が開通している場合は、造影剤が卵管を通って、復腔内に流れ込む。これにより、卵管が開通しているか、閉塞しているか、または閉塞している場合は、どの部分で閉塞しているのか判別できる。一般的に、子宮卵管造影検査は、造影剤を卵管に通す際に痛みを伴うため、 検査の前に、ジクルフェナク剤薬などの鎮痛剤薬を投与して、痛みを軽減させることが多い。また、検査による感染のリスクを減らすために、抗生物質が処方される。痛みを緩和させるため、検査実施の30分以上前に、ジクルフェナク剤薬などの鎮痛剤薬を投与する秩序、クスコなどの秩凶を挿入し、 外込み矢口が十分に確認できるまで大きく開く子宮への感染リスクを減らすために膣を消毒をするカテーテルによって外込み矢口がずれるのを防ぐために子宮膣部監視で外して固定するヒスキャスなどのカテーテルを外子宮口から差し込み子宮頸管を通り子宮まで到達させるカテーテルが通らない場合は子宮ゾンデやラミナリア管を使い 子宮経管を拡張させるカテーテルが子宮まで到達したら造影剤を流すレントゲンを取り子宮と卵管を通って腹部へ造影剤が流れ込んでいるか調べる卵管造影検査は子宮と卵管の通りを確認するだけと思われがちだが不妊治療において治療上の利点もあるまた油性と水性の2種類の造影剤があり 油性を使用すると妊娠率が水性と比較して約10%増加する。この効果はレントゲン検査自体の効果ではなく油性の増影剤による卵管の洗浄効果によるものと考えられている。妊娠中の女性に対してこの子宮卵管増影検査を実施してはいけない。合併症には感染症、増影剤によるアレルギー反応、 造影剤が血管内に入り込む恐れ、また、油性の造影剤の場合に限って、卵管の閉塞形成が含まれる。ありがとうございます。